橋本代表は今朝も自身のツイッターで僕の米軍に対する発言が不適切だったことは認める日本の慰安婦活用を正当化することは許されないとしながらもアメリカも世界も日本の慰安婦だけを取り上げて日本だけが制奴隷を活用していた特殊な人種と批判するこれは違う自国のことを棚に上げて日本だけを批判するアメリカはアンフェアだと指摘しなければならないと述べ 自論を撤回しない考えを示しています。